そういや平成最後のあれ6月も終わったし、サーバントって今どんな感じやってんの？星5サーバントって最後に見た時に、てか最後見た時やったっけな、まだアキレウスとかアナスタシアが追加されてなくて、どうなの？私は今カルディアモンで持ってる星5サーバント、今多分ここにドンって入って出ると思うけど、まあ、こんだけおるからちょっと見ていきましょうか。はい、とりあえず今回は星5だけです、一応見るのは。というわけで、はい、まあ、一応今回高難易度基準ですね。はい、高難易度基準で、この方はアクアで強化されますね。フェアジョーさん、グリーンヒルさん、で、あのサーバーとアンキリウスさんですね。まあとりあえず見ていきますが、サード1回り、まあここはね、うん、妥協妥当ですわ、うん、SS ランク、まあこれは分かるね、うん、言わずもがなですよ。で S プラスランクに孔明が落ちたな。孔明ってもっとなんか、あでも孔明確かに、まあ、周りに比べたらな、無敵がないから、まあその辺はな、うん、しゃあない。で9点ですね。ギルガメッシュ、玉物前、天草四郎、ジャンヌダルク、まあ、ギルはね、サーバント特攻ついてますし、サーバント特攻やったっけ、あんま覚えてないけど。たまもさんはね、持ってたら、耐久、高難易度大体負けることないと思う。で、天草も強化解消が全体についた後に殴るから強いよな。で、ジャンヌさんも味方全体に周りつけれる。そう、味方全体無敵つけれる感じ。周りのホーグ版みたいな感じですね。8.5 点プラスが、オジマン、フーフリオンとライコさん。ライコさんはここか。ライコさんでようやくスキルレベル3を10まで上げたんですよ。で、ジャノールとタイプ落ちたの 8.5 点。ニコラテスラ、お前か。そう、ニコラテスラこの前なんで強いかわからなくて、よくホーグみたいな天地特攻みたいなあって、あ強いね、みたいな。ホームズ、北斎、あまあ、ここね、ホームズはね、馬率タンって、パンを馬率で殴るみたいなやつですね。北斎も人間特攻でしたっけ、人型はないしね、だから。で、8点が、アルトリア・ユミ。あー、シリトリアですね。あ、で、オリオンここ入んのか。で、カルナ、イヴァン・ライテ、フヤジョン、フヤジョンキャスター、株上がったな。お前、上がったな。あ、フヤジョンさんが 7.5 点と、はい、はい、はい。あれ、ガンクソ出てこねえな。で、A ランクが、はい。多いな。宮本武蔵、宮本武蔵ここはね、ネロブライト、この人は、まあ、あれですね、アーツパーで使いますもんね。三蔵者も単体方言ですし、ネロも単体か。三蔵もまあまあ強いと思うねんけど。で、コアトル、ハサン、ジャック・ザ・リッパー、ナイチング。まあ、わかるね。高難易度で使えるね。うん。で、6.5 で、イシタル、ブルーフィールドですか？ブルーフィールド強化されてくるか。スカサハココってちょっとおかしいと思うよ。で、エルキル、エレシキ、水着ネロ、アナスタシア、アナスタシアここか。ほうほうほう。で、アビゲイル。はぁ、あ、はぁ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 。で、6点が、アルテラ。はいはいはい。で、モードレット、アルジュナ、タマモノ、マイヤ、ランサ、アキレウス。で、セミラミズ、クレオパトラ、ヒジカタ、セッションキャラ、メルドリリスというわけでね。で、この辺ですよ、私持ってるの。あれ、ガンクソ出てこない。B ランク、ジョーメイブ、イスカンダル、イーヒアスフィール、謎のヒロイン X、アル。で、これが 5.5 点ですね。うん、全部持ってないな。で、アルトリア、セイバー、セイバーここなの。沖田さん、アルトリア・ランサー、ドレイク、ドレイクか、うん、低いな。ビスキア・オールザ、あライダーのやつですね。で、ダビンチ、シュテン。ダビンチは強化されてないか、あんま知らんけど。で、剣式、プロと、新茶国内、ヒロイン・エクソルタ、坂田金時、そして、小坂美姫と、あマジガンクソ一番下はぁ、高難易度でガンクソー一番下とか、ちょっと待て待て、許さんぞ。ガンクソー大好きマンは私が許さんぞ。ガンクソーこれどうします？一緒に行こうか。世界を、世界の人々に、復讐期の化身、復讐の化身として、そう、絶望を見せてやれ。お前の真の力を見せてやれ。